腹ペコなでしこグルメ旅、初回2時間半スペシャル。秋の伊豆箱根、絶対に立ち寄りたい名店の人気ナンバーワンメニューを食べまくる。腹ペコなでしこグルメ旅、食べて食べて食べまくる。元祖大食い王決定戦でおなじみ、底なしの胃袋を持ち、食べることを何より愛する女たち、それが大食いなでしこ。そんな彼女たちとブラックマヨネーズのレギュラー番組が今夜スタートする。今回行うのはグルメ三択クイズ。ルールは簡単、名店のおすすめ3品の中から人気ナンバーワンメニューを予想し、あとはとにかく食べまくる。当たっていれば食べた皿の分だけポイントに。しかし外れた場合、いくら食べてもポイントはなし。なでしこたちが挑むのはこの秋の連休に行きたい伊豆箱根の食べまくりの旅。食欲の秋到来、人気観光地の激うまグルメで大食いバトル。絶対に立ち寄りたい名店の人気ナンバーワンメニューを当てるため、伊豆と箱根の旬の味覚を堪能しまくる。大食い力と洞察力がものを言う新感覚グルメバラエティ。ポーカーいただきました。皆さん、ストッパーラン10秒ペースでいっております。日本屈指の観光地伊豆と箱根を舞台に、大食いのプライドをかけた女たちの熱きバトルが今始まる。腹ペコなでしこグルメ旅、伊豆箱根名店の人気メニュー食べ尽くし大食いバトルスペシャル。さあ、というわけでまずはこの季節、牧場の絶景温泉と旬の海の幸が満喫できる秋の伊豆からスタート。さあ、今日から大食いの人たちとのレギュラーがスタートと、このゲスト、高橋ひとみさんです。よろしくお願いします。高橋さん、大食いを決定戦とかご覧になられたことありますか？よく見てます。そうですか。その大食いの食べる量はほんまもう理解できないでしょ。それで宮田すごい細いじゃないですか。どこに入るのかっていつも不思議なんですよ。彼女らが食うた分全部こっちに行ってんちゃうんだ。今回は元祖大食い王決定戦で輝かしい成績を残したなでしこを招集。まずはご飯大好き三宅智子。キュートなルックスとは裏腹に、一度食べたらもう止まらない。続いて数々の大食いバトルを制してきたアンジェラ佐藤。先日の男女混合戦でも大活躍、見事決勝に進出。そして成長著しい木下優香。もうルーキーとは言わせない、その実力は誰もが認めるところ。最後は大食い主婦庄司優子。好きな言葉は食べ放題、淡々と最後まで食べ続けることから尊敬と恐れを込めてついたあだ名は後半の庄司。第1ラウンドの舞台は伊東マリンタウン。こちらが1回戦の舞台、伊東マリンタウンです。マリンタウン、こちらは週刊文春の読者が選ぶ訪れたい道の駅ナンバーワンに選ばれた注目のスポット。地元食材の伊豆牛や海鮮を使った海辺の食卓はフードコートスタイルで気軽に利用できると家族連れに大人気。目の前に海が広がるこのお店で行われるのは第1ラウンド、フードコート海辺の食卓で売り上げナンバーワンメニューを当てろ。この後、伊豆が誇るブランド牛、ボリューム満点の人気メニューが続々登場。これを鉄の胃袋を持つ大食いなでしこが食べまくる。完食1分10秒、
腹ペコなでしこグルメ旅2時間半スペシャル。第1ラウンドは道の駅伊東マリンタウンの海辺の食卓で人気ナンバーワンメニュー当て対決。伊豆を肌で感じるお土産品や地元食材にこだわった料理が大人気。そんな伊東マリンタウンの海辺の食卓でグルメ3択大食いバトル。果たして大食いなでしこたちは30分でどれだけ食べるというのか。ルール説明します。お店の人気メニューが3品出てきます、はあ、その中で売り上げナンバーワンを当ててもらいます。これから人気ナンバーワンと思われる3つのメニューが登場。なでしこたちにはその中で自分が売り上げナンバーワンだと予想したメニューを食べまくってもらい、制限時間30分で大食いバトルを展開。その後売り上げナンバーワンメニューを発表。正解の場合食べた皿の枚数一皿につき1ポイント入るが、正解の場合いくら食べてもポイントはなし。これを基本ルールとし、秋の伊豆箱根で5つのバトルを戦い終えた時点で最もポイントが多いものが優勝者となる。ゲストの方にも人気ナンバーワンメニューを予想してもらいます。はい、外してしまった場合なでしこたちが食べた金額を全額支払ってもらいます。やったー。いやすごいじゃない、波じゃないじゃないですか。いや持ってきてないですよ。高橋さんすいません、財布をお願いします。ほとんど持ってきてないんですね。昨日使っちゃったの。ちょっと見てもらっていいですか。いや待って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 、やつはね、2万5000円やて。恥ずかしい。カードも見ていいですか。カードは使えるの？ローソンの？ポンタイ。高橋さん、財布から出てくるカード1枚目ポンタカードはあんまりないですよ。当てればいいんでしょ。あ、そうです、あ、そうです、そうです。何も払うもの前提で言うんですか。当てればいいんです。しかも当てれば払わんで上に、なでしこが食べた金額分のお食事券をプレゼントします。うわー、すごい。絶対に当てる。高橋さんの予想が的中した場合、なでしこたちが食べた分のお食事券をプレゼント。しかし外した場合は食べた金額をお支払い願います。その場合お食事券は視聴者にプレゼント。人気メニュー3品お願いします。やっぱ全部。ではまず一品目、明日が牛メンチカツカレー。美味しさの秘密はこちら。一品目は明日が牛メンチカツカレーがエントリー。ポイントは何といっても明日が牛を使ったメンチカツ。ちなみに明日が牛は静岡県東部明日香山の裾野で飼育されたブランド牛。風味豊かで柔らかな肉質が自慢。170度の油で7分間じっくり揚げることで外はカリッと中はジューシーに。こんがりきつね色の衣が食欲を刺激。肉のうまみと玉ねぎの甘みが絶妙なハーモニーを奏でる。さらにカレーにも強いこだわりが。フードコートだからという妥協は一切なし。新鮮な玉ねぎ、人参、リンゴ、トマトなどをミキサーにかけてスープを作り、そこに厳選したスパイスを合わせてコトコト5時間煮込んだらリピーター続出。ちょっぴり大人の中辛カレーの完成。時間はなかなか家ではやらへんな。これだけ食べに来る価値あり。手間暇かけた明日香牛メンチカツカレーは1000円。人気ナンバーワン道の駅の人気ナンバーワンメニューはカレーで決まりか。大人ですよね、その牛が具がないっていう、ね、ルーだけの、ね、大人のカレーですよ。渋い、まずルーだけ。おいしい。渋い食い方、大人の食い方ですね。さあ、この明日香牛のメンチカツどうでしょう。はい、なんか上品な味ですね。なるほど。
品目は伊豆牛焼肉丼がエントリー。安いね。注目すべきポイントは伊豆牛を使っているところ。ちなみに伊豆牛は年間120頭しか生産されない希少価値の高いブランド牛。なんで？なぜなら平井牧場でしか作ってないから。甘みのある美味しい赤身が特徴。うまそう。まずは下ごしらえ。伊豆牛の切り落としにコチュジャン、おろし生姜などを配合した秘伝のタレをたっぷり加え30分以上漬け込む。あー、漬け込まれたらあかんわこれ。そしてその旨みを閉じ込めるために180度の鉄板で片面ずつ丁寧に焼き上げる。お肉の美味しさを引き立てる野菜も忘れずに弱火でじっくり。甘みを引き出した玉ねぎとボイルしたキャベツとの相性は抜群。とにかくご飯が進む一品。ただの焼肉丼じゃない、大変希少な伊豆牛を使った特別な一杯。お値段は1000円でお釣りが来る890円。果たして伊豆牛焼肉丼がこの店の人気ナンバーワンなのか。柔らかい。柔らかいですよ。タレはちょっと辛いですか？ちょうどいいです。辛くもなく、甘辛い感じ。うん、このお肉の量もすごいですね。このお肉の量。三品目は伊豆牛プレミアムバーガーがエントリー。これも伊豆牛。ポイントは何といっても厚さ2センチを誇る超肉厚のパティ。混じりっけなしの 100% 伊豆牛。赤身8割に対して脂身が2割の粗挽き肉を使用。こだわってる。30分炒めた甘みを引き出した玉ねぎやおろしニンニクなどと混ぜ合わせ、機械ではなく手でこね上げる。ごめんや。美味しさを追求する職人のこだわりが詰まっている。焼き方にもひとひねり。肉汁を逃さないように鉄板で焼いた後、さらにオーブンで10分間焼くと、ふっくらジューシーなハンバーグの完成。やるね。食べ応え満点の 225g。 プレミアムの名前は伊達じゃない。新鮮なアボカド、トマト、レタスを挟んでお値段ちょっぴり高めの1300円。果たして伊豆牛プレミアムバーガーが人気ナンバーワンメニューなのか。さあ、顎を外していただいて。外れるか。肉厚やな。うまい。ボリューム美味しい。お肉がみちって詰まってみちって感じ。独特の表現ですね。みち。悩みますね。ハンバーグ以外には何が入ってる？アボカド、トマト。なるほど。はい。レタス。そうそう。今もうハンバーグの驚きやったのか、高橋さんレタスのことをレスタって言ってありました。確認してみると、アボカド、トマト、レスタ、レスタ、レスタ、確かにレスタと言っています。いずれもブランド牛を使った超定番メニューぞろい。人気ナンバーワンは焼肉丼かハンバーガーかカレーか。これまで散々パラ食べてきた経験をもとに推理を働かせ、なでしこたちと高橋さんはどのメニューを人気ナンバーワンと予想するのか。まずはゲストの高橋さんの予想から見ていきましょう。お願いします。はい、私はカレーです。あ、おお、アシタカ牛メンチカツカレー。やっぱりカレーを嫌いな人はいないですから、あのメニューに迷ったらまずカレー。味はこの中でもやっぱり一番高級な味ですよ。あのルーだけになったカレーのルーが、ルーだけになったカレーがルーがってもう訳分かりませんけど。じゃあ続いてなでしこの予想を見ていきましょう。一斉にオープン。出ました。じゃあ手前、三宅さんから伊豆牛焼肉丼。肉を味わいたい人はこれに行くんじゃないかなと。やっぱり希少価値が高い。
ね、女の子はこのアボカドが入ってるハンバーガー好きだと思うんです。だから女の子の票を独り占めする気がするんですよね。確かに女性アボカドとタコワサ好きですもんね。どんな女の子で遊んでるの。これは高橋さんと同じでカレー嫌いな人ってまずいないと思うんですよ。野菜とかその具沢山があるのにもう潔いじゃないですか作りが。予想は見事に割れて波乱の幕開け。さあ本当の戦いはここからだ。第1ラウンドブランド牛対決、制限時間30分、用意スタート。さあスタートしました。うわお肉たっぷり、うん、うわメンチカツこれでかっ、うん、おいしい、おいしい、うん、おいしい、うん、おいしい、うん、お口が大きいですね。見ただけでなんかちょっとお腹がね、なんかいっぱいになりそうな感じですよね。あと独特の食べ方を味らしますけども、うん、早くも三宅さんいっぱい完食、はい、1分10秒。美味しいですこれ。すごい甘辛いタレがご飯にバッチリですね。それと1分10秒の感想がおてへんねんて別に。大体ハンバーグ定食のハンバーグ 150g ぐらいだからね。続いてアンジェラも、パンですね。アンジェラもいっぱいカレークリア、タイムは1分30秒。大食いなでしこのエースは私だ。三宅とアンジェラが激しく火花を散らす。止まらない食欲に会場騒然。ご飯、さらにこの後も絶品アワビ、伊勢エビ、金目鯛、伊豆が誇る海の幸を食べまくる。腹ペコなでしこグルメ旅、第1ラウンドは伊豆のブランド牛を使ったご覧のメニューで大食いバトル。開始早々三宅からおかわりコールが飛び出す。その後ピタリと追うアンジェラ。タイムは1分30秒。さっきメンチカツとライス食べて、三宅さんもいっぱいクリア。1分40秒。三宅さんじゃない。あまりの食べっぷりに動揺し名前を間違える吉田。壁に耳あり障子にいい2つあり。障子に目ありみたいに言うなよ。2杯目クリア三宅さん。タイムは2分10秒。ペースが上がっております。丼大得意なんでここでポイント稼ぎます。三宅と庄司が選んだ伊豆牛焼肉丼、希少価値の高いお肉を 180g も使って890円と大変リーズナブル。これがこう、すいませんおかわりください。はいはい、何杯いきましょう。ご飯、ご飯。伊豆牛120頭しか作ってないんやろ。なくなりますよ。なくなっちゃいますね。、はい、ちょっとまだ営業これからなんですけど、急いで牧場に連絡して繁殖させよう言ってください。やばいやばい、今年度の伊豆牛食べ尽くされる可能性ありますね。食べ尽くされます。水おかわりください。そうですね、やっぱり、うん、はい、水。お前水担当はよ。何やねん。俺がお茶やらさ、水やらされてるぞ高橋さん。目の前置いとこ使われやすいよ。あなたの水なんてね、映す尺があるわけないでしょ。誰誰。ここで木下もペースを上げる。木下さん、4皿クリア、10分40秒。ハンバーガーとポテトとピクルスあったで。めっちゃボリュームがあります。木下が人気ナンバーワンだと予想したのは伊豆牛プレミアムバーガー。存在感のあるジューシー&ボリューム満点のパティにフライドポテトもついたがっつり系メニュー。なでしこたちの食べっぷりに高橋さんの本音がこぼれる。だってこんな細くて女性なのにって思っちゃう。高橋さん大体どれぐらい食べます？
一番成長期高校生ぐらいで、あのこうパンこのぐらいのこう一斤ぐらいを食べたことある。一斤食ったことあるんですか。はい、途中でやめるけどね、一斤食うのはおかしい私って高橋さんも驚き。アンジェラ7皿クリア、11分30秒。アンジェラとゲストの高橋さんが人気ナンバーワンだと予想したのは足高牛メンチカツカレー。こだわりのメンチカツもさることながら5時間じっくりと煮込んだルーが癖になると評判。スタートから15分、三宅が一歩リード。しかしいくら食べても人気ナンバーワンメニューでなければ得点にはならない。三宅さんたち昨日3人でしゃぶしゃぶ食べに行ってた、三宅さんと優香ちゃんと庄司さん。アンジェラは一人で食べに行ってた。ややこしいな、4人で行けや。食べ放題どこ行った？はい。おお、どれぐらい食べたん？分からんかも。でもお肉100人前を食べてる。前の注文でおかわり3皿お願いします。それで今こんだけ食べれんですか。12時間経ってへんやん。経ってへん。当分飯いらん状態やろ、それ普通やったら。普通はね。小杉さんお水ください。小杉水、小杉が水を。あ、お水がない。4杯目いらんわ、そんなそんな実況いらんやん、俺が何杯ついたかなんか。ここで気になる食べた金額の中間発表。現在お金の方が29,850円。もう足りないです。足りないです。現在も手持ちの現金では足りません。ここポンタのポイント使えますか。使えません。じゃあ事務所前借りでお願いします。なの外れてたらどうしよう。ちょっとね、あの厨房がどんな状態になってるか私見に行ってきますわ。厨房の様子は凄まじい手つきで、これはあれですよね、焼肉丼の。そうです。追いつかない。追いつかないです。そんなこと初めてです。どうでしたか厨房。いや、あの焼肉丼を焼いてるあのお姉さんに聞いたら、はい、ランチ時より忙しいって言ってました。お客さん2名ですよ。そうです。違うんです。アンジェラさん10皿クリア。2桁いったよ。カレーまたおかわり3つお願いします。10皿目。おはい、すいません、おかわり2つください。三宅さんも焼肉丼のおかわりを2つお願いします。開始から25分、三宅アンジェラともに10皿超え。25分、あと5分。ラストスパートをかけるなでしこたち。あ、木下さんが2シロ7杯クリア。概念が覆されますからね。あ、アンジェラさんも、もう何皿クリア。13。だからほんまこれ見ながら晩ご飯食べてるお宅はちょっといつもより食べるん違う。前ね、釣られておかわりしましたよ。いやでもこのロケ終わったら俺らもちょっと量増えるんですよ。一口の量増えますよね。もっと食べれるんちゃうんか俺も。そうさ、今何倍やこれ。23。おっといった、駆け込んだ。うまい。庄司さん11皿クリア。11皿クリアいったな。うわ微妙。この量この一皿いけるのか。10秒。やった、時間内にフィニッシュだ。みんなフィニッシュ。アンジェラがこれ何杯。14杯クリア。終了。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。それぞれ完食した料理とその皿の数は。ご飯が大好きな三宅は焼肉丼を12杯 4.8キロ。木下は苦戦したもののそれでも8皿 3.2キロ。庄司は得意の追い上げを見せ11杯 4.4キロ。圧巻なのはアンジェラ、カレーを14皿 7.4キロ完食。ゲストの高橋さんはメンチカツカレーと予想。不正解の場合なでしこたちが食べた代金をお支払い。焼肉丼、ハンバーガー、メンチカツカレー、人気ナンバーワンメニューはどれなのか。いざ緊張の瞬間。気になる人気
ナンバーワンメニューは。あー、ガレーガレーガレー。そうです、お金払わなきゃいけませんえらいカレーカレー言うてるな思ったら結構な額いきますよこれ。発表です、人気ナンバーワンメニューはこちら。道の駅伊東マリンタウン海辺の食卓、人気ナンバーワンメニューは焼肉丼か、ハンバーガーか、それともメンチカツカレーか。人気ナンバーワンメニューはこちら、こちら、こちら。海辺の食卓の人気ナンバーワンメニューは伊豆牛焼肉丼。希少価値の高い伊豆牛をもういいというぐらいふんだんに使ってこのお値段なら文句なし。休日には80食以上出ることも。子供から大人まで大人気。今回は14皿で総重量 7.4 キロです次頑張ります。ああ、そして残念ながら高橋さん不正解。ごちそうさまでーす。食べ過ぎじゃない高橋さん、お会計お願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。4名様のご利用でよろしいですか。はい、焼肉丼が23食ですお会計44,870円でございます。マネージャー、マネージャー、2万円貸してください。熱海駅で高橋さんを起こさへんかったマネージャーお願いします。ありがとうございます。130円でございます申し訳ありませんありがとうございました。じゃあゲストの高橋さんにもう一度お礼を言いましょうせーの、高橋さん、ごちそうさまでした。ありがとうございました。どうもいたしまして、美味しかったです。第1ラウンドの結果、三宅が12ポイント、庄司が11ポイント獲得。残念ながら木下、アンジェラはポイントなし。しかし戦いはまだ始まったばかり。アワビおかわりご飯ください。タレ多めです。アラペコなでしこグルメ旅、伊豆箱根の絶対に立ち寄りたい名店の人気メニューが続々登場。その中から人気ナンバーワンメニューを当てればポイントゲット。合計5ラウンドを戦い優勝を決める。挑むのは元祖大食い王決定戦でおなじみの大食いなでしこたち。自分がナンバーワンだと信じた料理を食べて食べて食べまくる。今おかわり終わったとこちゃうの。これはすごい記録出るんじゃないですか。大食いなでしこたちは次なる決戦の地南伊豆へ移動。南伊豆は青く澄んだ空と海に恵まれた景勝地。やってきたのは日本の渚100選にも選ばれた美しい弓ヶ浜海岸。はい、南伊豆由比ヶ浜にやってまいりました。由比ヶ浜、由比ヶ浜、なでしこには、はい、今からこの海水をどれだけ飲めるかというのを。おお、塩分取りすぎ、塩分の問題、はい、もっと嫌がれよ。さあ、はい、続いてこちら、お青木サザエ店さんで海鮮対決をしてもらいたいと思います。海鮮対決、海鮮いける、大丈夫、はい、大好きです。海鮮のモード、そうです、さっき肉だったんで、あ、嬉しいです。うるさいんだよ、あれ、あ、あれうるさい。2人目のゲスト、中尾明さんが合流。どうしたの、篠さんが来ないんですか第2ラウンドの舞台は白砂が有名な弓ヶ浜海水浴場の目の前にある青木サザエ店。この地で50年営業を続け、観光客が多く訪れる人気店。また親子3代にわたって通う客も少なくない地元ファンの多いお店。
本業が卸業であることでお手頃価格で新鮮な料理を楽しめる。第2ラウンド、青木サザエ店で人気ナンバーワンメニュー当て対決。人気ナンバーワンのメニューを予想してもらいます、はい。もし、うん、外してしまうと、うん、なでしこたちが食べた分の料金を自腹で支払って、中尾さんお願いします。いや、ちょっとお財布の方を見せていただいていいですか。すごい分厚そうだ。うわぁ、ありがとうございます。すいません、早かった。ちょっとだけ見てくださいよ。はい、すっごい飛びついたね。どうしていただいて。これ沖縄の2000円だよ。沖縄の2000円じゃないよ、これ全国の2000円だ。沖縄の絵が描いてあるだけで。ちょっと見せてください。大した入ってない。うわぁ、まあ、なんだよこれ。ちょっと出すなよ。まだ払う気はないからね。カードとかはないんですか。カードありますよ。これすごいだろ。カード上野動物園パスポート。なんでですか。上野動物園年間パスポート買うぐらい行ってはるんすか。いや、うちのほら目の前だからさ。そんなに、人気ナンバーワンメニューはどれなんだ。皆さんもお考えください。青木サザエ店の一品目は店名にも使われているサザエ丼。サザエは全て地のものを使用、うん、南伊豆産のサザエは殻が薄くて身が締まっていてプリップリ、美味しいんだよね。歯ごたえが残る薄さにスライスしたら旨味を閉じ込めるため天ぷらに。うまそう。仕上げにカニとエビのゆで汁で作った秘伝の甘辛ダレで味付け。需要競争に良いとされる明日葉の天ぷらがいいアクセントに。明日葉、うん、店名に偽りなし。新鮮なサザエをふんだんに使ったサザエ丼のお値段は970円。これが人気ナンバーワンメニューなのか。うちは青木サザエ店だぜ。だぜだぜだぜ。じゃあこれを食うぜ。いただきます。このタレがいいね。やっぱ違いますか。カニとエビのゆで汁を使うタレは。これ以上のスープはないと思います。ねえ、そんなん聞いたらもう。二品目はアワビ丼がエントリー。やっぱアワビはしますね。南伊豆の黒潮がぶつかる荒磯で育ったアワビは身が引き締まっていて最高級品。でっか。じっくりと時間をかけて煮込むことで身が柔らかく、さらに甘みが増す。贅沢にもアワビを丸々3個使用。あ、柔らかそう。磯の香りが残るゆで汁とごま油などを合わせた秘伝のタレをかければ完成。食べたい。噛めば噛むほど旨味が広がるアワビ丼。卸し問屋だから可能な出血覚悟のサービス価格は1680円。人気ナンバーワンメニューはこれで決まりか。俺千葉の生まれだから千葉の本軸とかここのアワビは全国でいいとこ行ってますよ。あ、全部トップクラスのおじさんを。うまいね、これは。おお、即そんな味するんですか。うんうん、大人の味。おお、青でやると硬くなるんでしょ。おっしゃられたように、お詳しいですね。その通りです。こちらで使っている赤アワビは身が柔らかいのが特徴。青アワビはコリコリとした歯触りでお刺身に。じゃあ赤の方が高いんですかね。いや、好き好きによるでしょう。そうです、ね、俺は別に天使みたいなこと言ってるけど。三品目は
伊勢海老天丼がエントリー。安いんちゃう？安いよね。ポイントは豪快にも一尾丸ごと入った伊勢海老。いずれ伊勢海老身が締まってプリプリで美味しいぜ。南伊豆は全国でも有数の伊勢海老の産地。10月から旬を迎え食べ頃に。うわでかい。うわ生きがえな。天ぷらを揚げる温度にもこだわりを持ち、エビの尻尾と野菜は175度、エビの頭はちょっと高めの185度と使い分けている。なるほど。生でも焼いても美味しい伊勢海老は油で揚げることで甘みが倍増。都内ではまずお目にかかれない天丼の常識を打ち破る伊勢海老天丼。卸丼屋様様、お値段は1800円。これが人気ナンバーワンメニューなのか。やっぱすごいね、威圧感がすごいですね。これ見て、これ身がふっとこれいっぷりや。折りたたみ携帯ぐらいありますね、これ。すごいね、これ伊勢で取れるから伊勢海老って言うんじゃない、あ、そうなんですね。伊勢、お伊勢様に訪問したから伊勢海老。うんちくがすごいですね。もう、うんちくで金もらってるの。そんなもんだよ。いずれも伊豆の海の幸を豪快に味わえる丼ばかり。人気ナンバーワンメニューはサザエ丼かアワビ丼か、それとも伊勢海老天丼か。これまで培った経験をもとに推理を働かせ、なでしこたちとゲストの中尾さんはどのメニューを人気ナンバーワンと予想するのか。ではゲストの中尾さんの予想から見ていきましょう。オープン。伊勢海老天丼達筆。丼ってこう盛り上がってるのが俺好きなんだよ。豪快さね。こういうイメージと色で華やかでしたから、華やか豪華さで。さあ続いてなでしこの予想を見ていきましょう。一斉にオープン。第1ラウンドでポイントを取った庄司さんと三宅さんの品が分かれましたんで。ほんまや。三宅とアンジェラはアワビ丼と予想、木下は伊勢海老天丼、庄司はサザエ丼と予想。正解の場合食べたサラダ分だけポイントゲット。ただし不正解の場合はノーカウント。いくら食べてもポイントはもらえません。あしたなず。第2ラウンド海の幸丼ぶり大食いバトル。いきましょう。すごい。制限時間30分、用意スタート。いただきます。わーい、すごいな。うわパリパリ、柔らかい。あ、柔らかい。ほんのり甘みが。なるほど、やらかい。おー、美味しい。俺のコメント間違ってないだろ。プリプリです。エビがめっちゃ美味しい。美味しそうに食べるけど、これタレが美味しい。タレが美味しいね、サザエは。サザエはタレが美味しい。アンジェラどうですか、アワビは。初めて食べました、こんなすごいの。だってこれ1680円、今からどんだけ食べるのかってことやもんね。えらいことになりますよ、中尾さん。中尾さん、これ外したらちょっと第1ラウンド。何なんだこれは。ついにあの2000冊を使う時が来た。エビだけじゃないんですよ。ここで三宅が明日場ですか。あー、早くも1杯目クリア。三宅さん1杯目クリア。時間は1分25秒。アンジェラも後を追う。三宅さん、どんもの強いから置いてかれないように。ちょっと待ってくださいよ、三宅さん早い。1人で2杯目クリア、2分40秒。超おいしい、これ。おっと、おいしいんだ。おいしい、わかる。おいしさがスピードを上げるとこもありますから、やっぱり、そしてさあ、アンジェラも。あ、アンジェラも2杯食べてるやん。1杯目見事に見逃しました。吉田さん、あんまり聞いたことないですよ、実況が見逃すなんて。アンジェラ2杯食べてます、2分56秒。もう大変やで。伊勢海老は尻尾とか残していいですからね。はい、はい、殻についてる身はきれいに食べていただきます。はい、木下さん1杯クリア。はい、
庄司さんもクリア。これでも大変やで。これ天ぷら腹にたまるからな、これまた。そうだよ ね、重いよね。三宅さん5杯目クリア、はい、6分50秒おかわりいきますか。はい、アワビおかわり5杯ください。タレ多めで。あんた何者なんだよこれ。あれあれ、素材の、え、違う、器が1個違う。どういうことですか。これは集めませんでした。あら、おっと、器切れ。早い、早い、器切れ。創業50年の歴史を覆す。50年間になかったことが今起きております。でも量は一緒なんですよね。まあ、量は一緒。この後、三宅の爆食ぶりに刺激を受けた木下、庄司、アンジェラの食欲が大爆発。鳴り止まないおかわりコールに高額自腹のかかった中尾明が不機嫌に。面白くもなんでもない。南伊豆に店を構える青木サザエ店の人気ナンバーワンメニューはサザエ丼かアワビ丼か、それとも伊勢海老天丼か。中尾さんの予想は伊勢海老天丼。これを外すと自腹で肩代わり。なでしこたちの予想はご覧の通り。あとは自分を信じて食べまくれ。アワビおかわり5杯ください。タレ多めで。これ天ぷら腹にたまるからな、これまた。そうだよね。すごいな。5杯おかわりお願いします。はい、アンジェラ5杯完食。そして同じペースで同じものを食べる三宅とアンジェラ。アワビ太平洋からアワビがなくなる日もそう遠くないか。確かに確かに。アンジェラも6杯目クリア。さあちょっとね、あの丼が変わったりいろいろあるんで厨房どうなってるか見てきます。はい、吉田が厨房をレポート。どうもどうも、どんな感じですか厨房の方は今。てんてこまい。てんてこまい。整備の方はまだありますか。余分には用意してありますけど、なんで食は旺盛なもんでどのぐらい間に合うのか。意外に従業員の方の数の多いのにびっくりしました。ここのお店準備万端ですよ。伊勢海老を60尾用意してくれてました。いかに彼女にビビってたか。店長、これ伊勢海老60尾も仕入れたんですか。そんなに仕入れるってどれぐらいの時ですか。そうですね、ゴールデンウィークか、はいはいはい、お盆の時です。木下とゲストの中尾が予想した伊勢海老天丼。創業50年を誇る名店の人気ナンバーワンメニューはこの豪華すぎる天丼なのか。やっぱ天ぷらはね、歯応えがあったり、ね、あーそっか、こっちはブラブラ、ボリュームありますし、うん、ここでアワビ丼の2人に異変が。あれ、俺アンジェラ抜かしてます。9杯目でアンジェラ。いつの間にですか。なんやねん。15分経過。8杯の三宅に対してアンジェラは1杯リードの9杯。木下と庄司は意外にも2杯と大苦戦。ここまで食べた金額は一体いくらに。中尾さん、現在34,100円です。よかった、シノは就職で。シノさんがこんだけ食べたらそれはそれでびっくりしますけどね。もう別れるよ俺。17分30秒。それで11杯目おかわり3つお願いします。おかわり3つ。三宅とアンジェラが人気ナンバーワンだと予想したアワビ丼。柔らかく煮込んだアワビを惜しみなく使用。それで1680円は破格中の破格。この伊豆下田あたりにペリーが来日した時以来の衝撃が走っております。いや、ペリーももう一つびっくりしたやろ。それはペロリー来日です。面白くもなんでもない。面白くないだけでいいじゃない。そうですよね。なんともない。かなりうまくひねって言ったつもりでしたけど ねよくある手だよ。はい、木下さんが4杯クリア。すごい、これを4杯食うってすごいね。すごいよ、これはこれはすごいよ。だって伊勢エビ天丼1個 530g やからもう2キロ食べてんねんで。4杯食べたらもう2キロ。
かわり一杯お願いします。庄司さん、サザエ丼5杯クリア。庄司が人気ナンバーワンだと予想したサザエ丼、一杯に4個以上のサザエを使用。あえて天ぷらにすることで素材の旨味を最大限に引き出している。おかわり3つお願いします。はい、アンジェラおかわり3つ。13杯クリア。アンジェラも衰えない吸引力。アンジェラは人間とダイソンのハーフか。中尾さん笑ってますよ。やったー。何ともありましたか今。ないない。残り5分です。残り5分を過ぎてラストスパートをかける大食いなでしこ。お三宅さんがクリア。どうする。はい、おかわり2杯ください。おかわり2杯。とりあえず残り5分で2杯攻めますね。早、はい、はい、あ、アンジェラ14杯クリア。一方アンジェラは残り2分を残して急激にペースダウン。すごいですよ。お腹が均等に。ん、おっと、アンジェラさんがお腹がキンキンになってきた。はい、その隙をついて三宅が猛追。おっと、三宅さんが15杯クリア。まだあと何分ですか。残り1分。あら、もう1杯、もう1杯。まあ、チャレンジする。いるというか、もう1杯食べたい、まだ。まだもう1杯食べたい。まだ食べたい。最後まで美味しく食べ続ける。それが大食いなでしこのポリシー。残り30秒。はい、うん、いけるいける、伊勢にもいけるわ。おい、アンジェラ15杯クリア。残り10秒。はい、7、6、三宅さん16杯クリア。終了。それぞれ完食した料理とその杯数は、まずは伊勢海老天丼を予想した木下は5杯、サザエ丼を予想した庄司は6杯、アワビ丼を予想したアンジェラは桁違いの15杯、同じくアワビ丼の三宅は滑り込みで16杯完食。ゲストの中尾さんは伊勢海老天丼と予想。外せばなでしこたちが食べた代金を押し払い。果たして。では気になる人気ナンバーワンメニュー発表します。新鮮な海の幸の宝庫、南伊豆に遊びに来た際はぜひ立ち寄りたい名店、青木サザエ店の人気ナンバーワンメニューは、サザエ丼か、アワビ丼か、それとも伊勢海老天丼か。こちら。すごい。また。すごい。じゃあ。すごい。人気ナンバーワン伊勢海老天丼です。すごい。いい番組だね。というわけで第2ラウンドの正解は伊勢海老天丼。人気の理由は何といっても。豪華な伊勢海老をお得な値段で味わえること。注文する方の大半が観光客、そのインパクトのあるネーミングと見た目に誘われてついつい頼んでしまうんだとか。嬉しい。ナイスよ、頑張った。ドッキリ勝負にも負けて、クイズにも負けて、もう鼻水出てきた。ちょっと今ね、外国人の方がね、はい、見てたんですけど、もう身を乗り出して見てましたよ。日本はどうなってるんだということで。どう？どう？信じられない。ヒルマン監督以来の。信じられない。まさかヒルマン監督以来の信じられないが出るとは。ということで正解した中尾さんには青木サザエ店さんのお食事券6万6900円分を差し上げます。あ、そうか、もらえるんですよね。すみません、どうもありがとうございます。いただきます。
いただきました。はいよ。店の外に出るととんでもないことが起きていた。あれだけ丼をがっついた後にまだ入るというのか。ストロベリー。おいしい。どういうことなんですかこれ。よく食うね。これもおかわりしていいですか。はい、そういくよ。違う味も食べたい、シュエビも食べたい。もうないって。じゃあね、お疲れさん、立ち止まったもん負けです。これも行きましょう。行きましょう、行きましょう。腹ペコにも程がある。第2ラウンド終了時点で三宅がトップをキープ。食べている量が一番多いにもかかわらず、アンジェラは未だ0点。続いてなでしこたちが立ち寄ったのはこの秋行きたい伊豆高原。大室山のふもとは一匹湖や城ヶ崎海岸など美しい自然の景観が広がる人気のリゾートエリア。また大小20余りのミュージアムが点在。都心からのアクセスも良好。おいしい伊豆の地魚でおもてなし。続いて3回戦は回転寿司バトルです。はい、その舞台がこちらです。魚磯さん、これはもう静岡の地の魚がたくさんあるはずです。行き場所、あれ、あら、怪しい。こんな明るいところで見ても怪しい。もみじさんね。もみじさん何してるんですか。本日3人目のゲストはサスペンスドラマでおなじみ山村もみじさん。2時間ドラマ風に待ってんでいいんですよ。もみじさん、回転寿司はどうですか、初めてですか。行かないでしょ、イメージが。1回17年ぐらい前に行ったことない。いやもう多分それ行ったことないに等しいですよ。じゃあ赤ちゃん行きましょう。はい、行きましょう。第3ラウンドは回転寿司魚磯から出題。この後地元新鮮食材にこだわった激うま回転寿司を食べまくる。金目鯛の握り、地味の握り、そして生桜エビの軍艦巻き。人気ナンバーワン回転寿司は一体どれだ。なでしこの意地とプライドがぶつかり合う。第3ラウンドは海と山に囲まれた伊豆高原。風光明媚な景色が楽しめる伊豆随一のリゾート地で店を構える回転寿司魚磯から出題。こちらは地元の新鮮なネタがリーズナブルな価格でいただけるとファミリー層を中心に人気のお店。またプロゴルファーの宮里藍さんをはじめ多くの有名人が訪れる人気店。その理由の一つに伊豆大島を望める見晴らしの良さがある。第3ラウンド、伊豆高原の回転寿司魚磯で人気ナンバーワンメニューを当てろ。見たことないでしょ、でも大食いのこう食べてるところ。この間ね、見たの初めてでショックで嬉しかって、はい、私自分自体はこんなに見えるんですけど、すごい食べるように見えるんですけど、はい、実は本当に食べられなくて。嘘つけ。冗談じゃないよ、ほんまの話やん。ガチです。ガチやん。そしてもみじさんにも人気ナンバーメニューを予想してもらいます。はい、私ちょっとこれ当てられないと思うんだな。ちょっと裁縫見せていただいて。え、なんで裁縫？裁縫。どれぐらいお持ちなのかな。かわいい。あ、キティちゃん。そうか、キティちゃん好きなんですよね。そうなんですよ。どの裁縫なの？お裁縫もキティちゃん。キティちゃん。かわいいですね。なかなか使い込んだ風の色ですけど。使い込んでます。キティちゃん、よろしく。うわぁ、知られへん。すごい入ってる。一気にキティちゃんが可愛げなくなりました。では人気メニュー3品お願いします。やってまいりました。エントリーされたのは金目鯛、地アジ、生桜エビの2品です。よっしゃこのお店のナンバーワンがこの中にあるということです。そうなんです。一
品目は金目鯛の握りがエントリー。日本一の水揚げ量を誇る伊豆で採れたものを使用。金目鯛の特徴は真っ赤な綺麗な色と名前の由来にもなっている金色に見える大きな目。表面にお湯をさっとかけて皮ごと美味しく食べられるようにして握る。うまそう。大きめに切ったネタが嬉しい。このボリュームでお値段525円はお得。伊豆に来たら絶対に食べたい金目鯛の握りが回転寿司の人気ナンバーワンメニューなのか。私金目鯛の生で食べるの初めて、生というかお寿司初めて。いや、いただきます。甘くて美味しくて脂が乗ってて、うん、これすんごい美味しい。これお子様からみんなこれ大好きだと思います。そうですか。しかもこれ炙ってもらえたらまた一個炙ってもらおうかな。完全に火つきましたよ。ちょっと待って、これだね。うん、でもそんなんできるんですか？一貫生で食って一貫炙ってもらうって。はい、できます。炙りのサービスはもちろんただ。なんか塗ってから焼くねや。あ、何塗ってらっしゃるんですか？特製のタレです。特製のタレ。はい、炙り寿司って近代的な寿司ですよね。昔からありました。あ、最近ですね、やっぱ。はい、はい、お待たせしました。うわー、またちょっと、うわ、この油がトロトロな感じが、ね、すごい油乗ってるんだ。すごい油乗ってて、さっきの割とあっさりめで甘い感じ、なんかコクが出て、うわ、不思議、おいしい。2品目は地アジの握りがエントリー。はい、地アジは取れたてなんで食感があって美味しいですよ。朝どれのアジを職人の厳しい目を通して仕入れるこだわりよう。伊豆で取れたアジは程よい脂の乗りと肉厚で甘みがあり、シャリとのバランスが絶妙。歯ごたえも程よく、アジそのものの深い旨味を存分に堪能することができる。生姜とネギで口当たりもさっぱり。鮮度で勝負。一味も二味も違う伊豆近海の地アジの握りは315円。一度食べたらもう虜、思わず手が伸びる美味しさ。回転寿司の人気ナンバーワンメニューはこれで決まりか。みっぷりで、あのね、全く生臭くないの。あ、光りもんですけど、これはね、全然もう新鮮って感じ。そうか、今まで泳いでたかっていう今まで泳いでたかっていうぐらい、これ今海へ返してもちょっと泳ぐらい、泳ぐみたいな感じ。ぐらい他の魚がびっくりするわ。2品目は生桜エビの軍艦巻き。生桜エビ今が旬で口いっぱい甘みが広がります。別名海のルビーとも言われる桜エビは春と秋しか漁を行わない大変貴重なもの。豊かな海の恵みをもたらしてくれる駿河湾で育った桜エビは上品な甘みと食感が癖になる一品。また頭の部分に濃厚なエビの旨味がたっぷりと詰まっていて、新鮮だから臭みも生臭さも一切なし。今が旬、生桜エビの軍艦巻きがたったの315円。ほのかに香る磯の香りと上品な薄ピンク色が食欲を刺激する。伊豆の回転寿司のレベルの高さを証明。人気ナンバーワンメニューはこれで決まりか。あ、綺麗、透き通ってる、ね、
まい。うまい。そうなんや。こうプリプリでちょっとこう適度な食感があって、ちょっと私生桜エビって食べるの初めてなんですよ。生で食べたのって本当本当新鮮。今泳いでもおかしくないっていう感じ。軍艦乗って。ただいまーって感じ。うわーこれ分かんないわ。結局のところ食べてみたけど分からない。分かんない。人気ナンバーワン回転寿司は金目鯛かジアジかそれとも生桜エビか。真剣に予想するゲストのもみじさんと大食いなでしこたち。一体。誰がどの寿司を選んだのか。ゲストのもみじさんから見ていきましょう。オープン。金目鯛。金目鯛。やっぱここしか食べられないものっていうので、多分観光で来た人とかは、なるほど。食べるだろうし。じゃあ続いてなでしこの予想でいきましょう。一斉にオープン。三宅は金目鯛。庄司は生桜エビ、そして木下とアンジェラはジアジと予想。その理由は、和団子といろんなものを合わせたらジアジでしょ。次こそは冷静な。今のところ全部外しております。ほんまや。危な。なんか勝手に説得されてた。今回は回転寿司ということで5皿で1ポイント、制限時間30分。用意腹ペコなでしこグルメ旅。